逆走中のドライバー逆走防止のため、高速入り口部に設置された表示米国のフリーウェイ、出口部に設置された逆走防止のための標識逆走事故とは、道路上や駐車場などで定められた車の進行方向と逆向きに運転する車によって生じた交通事故のことである。逆走事故は、高速道路や一方通行路などの道路上だけでなく、進行方向が定められた。 駐車場内の通行路においても発生している。多くはドライバーの不注意や確認不足によるものが多いが、道路自体の構造や案内標識や表示の不備など、設備側の問題が原因になることもある。また、右側通行の国出身のドライバーが左側通行の国で運転した場合に逆走してしまうなど、海外から来たドライバーが自国とは違う通行区分に、 戸惑い、逆走事故を起こしてしまう事例も少数ではあるが、報告されている。逆走事故は、特に高速道路に代表される、中央分離帯のある幹線道路において、深刻な問題となっている。このような道路で発生した逆走事故のほとんどが、高速で正面衝突するパターンであり、結果的に死傷者の発生する重大事故になっているのが理由である。 米国では年平均355人の人々が幹線道路上の正面衝突による逆走事故で亡くなっている。件数で言うと、年平均265件もの逆走事故が発生しているため、逆走事故1件あたりの死亡率は1.34人。他の事故形態の死亡率は1.10人であるため、逆走事故がより重大な結果を招くことが分かってくる。逆走したドライバーは、 どの国でも重大な違反として罰せられる。ニュージーランドでは5年以下の懲役、または1万ニュージーランドドル以下の罰金の支払いが、刑法で定められている。日本では主に高速道路や、片側2車線以上の幹線道路等において、流入ランプや、交差点で間違えて侵入し、交通事故を起こすパターンが報道されることが多い。高速道路会社6社と、 地方公社三社が管理する高速道路で確認された逆走件数は2002年から2008年までの7年間で計7146件確認されており、連日のように全国で逆走事故が発生している。国土交通省が2017年3月23日に開催した高速道路での逆走対策に関する有識者委員会の発表では逆走事案のおよそ6割は 高速道路のインターチェンジやジャンクションで発生するとされている。ご侵入出口、側ランプウェイに誤って侵入し、そのまま逆走することがある。一般道から誤って IC の出口側に侵入しそのまま本線車道に入り逆走する例や、平面、Y 型 IC の平面交差部で誤ってオフランプに侵入する例、サービスエリアパーキングエリアで誤って、 オフランプに侵入する例などがある。U ターン、行き先を間違えた際に U ターンすることで逆走することがある。目的の IC の流出ランプを通り過ぎ、本線車道で U ターンして逆走する場合もある。高速道路における事故で逆走が原因の事故は、その他原因の事故に比べ、死傷事故になる割合が約5倍、死亡事故となる割合が約40倍となっている。 国土交通省の調査では、免許保有者全体に占める75歳以上の人々の割合が約6%なのに対し、逆走したドライバー全体に占める75歳以上の人々の割合は45%を占めている。高速道路6社が2011年から2014年にかけて実施した逆走事案の調査では、逆走事案の約7割が高齢者によるものとなっている。 認知症の高齢者が起こすと思われがちであるが、逆走事故を起こした運転者のうち認知症の疑いがあるのは約1割にとどまっており、認知症の有無に関わらず高齢運転者は誰でも起こし得るとされる。認知症を除き、加齢と逆走事故の多さの因果関係は明らかになっていない。また、高齢者に限らず、逆走事故を起こした運転者はどの年齢層でも発生している。 また国土交通省が2011から2016年に警察が取り押さえた逆走案件を精査した結果、年平均20件以上が70から74歳のドライバーによって引き起こされており、年平均約40件は75から79歳のドライバーによって引き起こされていることが分かった。これは全世代の中で最も多い件数となっている。 免許人口あたりの逆走率においては、75歳以上で逆走の発生する割合が高く、85歳以上の割合が最も高い結果となっている。高齢者では認知症のほかに、高速道路の利用方法がわからなかったというものもおり、65歳未満ではうっかり、ぼんやり、考えごと案内標識不確認といったことが要因の場合も多いとの調査がある。 予防対策としては、ランプと本線が合流、分流する分岐点に、進入禁止や一方通行標識の設置、路面への進入禁止や一方通行の表示の設置がなされている。また、ランプに設置されたセンサーが逆走を感知すると、電光掲示やサイレンや赤色灯などでドライバーに知らせるなどの対策もある。サービスエリアパーキングエリアの駐車場においても、 本線の標識の設置や矢印の路面表示などの対策を各高速道路会社が行っている。さらなる対策として、下の写真のように駐車バスの白線が施設に対して垂直方向ではなく斜め方向に引かれていることがあるが、これは休憩後にドライバーが逆走方向ではなく本線へのランプ方向に自然に向かうことができるためである。 本線合流へのランプは写真左側方向2009年2月6日には逆走した場合にカーナビゲーションが画面や音声でドライバーに逆走を警告防止するシステムの実証実験を共用前の新名神高速道路コーナ南ー IC のコーナ南ー C ランプで日産自動車がネクスコ西日本の協力を得て実施した2年以内の実用化を目指している 自動車運転支障行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、故意に逆走して、交通事故を起こし人を支障させた者は、危険運転致死傷罪として、最長で20年以下の懲役に処され、また運転免許は、基礎点数45から62点により、免許取り消し、結核期間後から8年の行政処分を受けることとなっている。ただし、 逆走事故の原因のほとんどを占める認知症や過失による場合は対象外であり、あくまでも逆走していることを認識していた場合が対象である。2004年、編集2007年、編集2009年、編集2010年、編集2011年、編集2012年、編集2014年、編集2017年、編集米国では1960年代から、 逆走事故の調査が行われ、逆走事故防止対策が実施されている。逆走事故は増加傾向にあり、サンディエゴ軍の2015年における逆走が原因の死亡者は13名であった。逆走事故のほとんどは夜中の12時以降に発生している。これには死去を運転の車も含まれ、数は少ないが、高齢者や違反を逃れようとする者なども含まれる。 逆走事故の多発箇所では高速道路出口部で逆走車に対手警報音を鳴らしたり、タイヤをパンクさせるためのスパイクが設置されている。また、標識看板の設置や侵入禁止の表示、路面表示の矢印表示や反射体の設置を行っている。ありがとうございます。